さあ、冒頭一発第4レース発走です。さあ、まずは前取り、地元2番の山口幸太郎から行きました。1番の西巻修太がただいま番手、4番の藤原亮太が3番手、藤原の後ろには同県6番の高田大輔がいて、さらに7番の黒田大輔が続いております。3番の松山松和と5番の長松大輔の2人が後方から前段まで車を進めていきます。バック線から3コーナーにかけて前段並びを整える5番長松から3番松山までの混戦ラインです。さあ、上がってきました5番長松を地元山口迎え入れ、ラインが出来上がりました。他番の山口幸太郎、今日のみの保有参戦です。地元バンクは先月夏に走ったばかりです。3番松山正和がこの九州両者先手を取ると見てが非常に決めました。2週間では1センターを通過します。1番の西巻修太は短期戦です。夏は道中切れ目を回って流れを見ていきそう。そして4番の藤原5番手、大きな着2つで迎えた最終日であります。同県の高田、そして7番の黒田まで第10時刻3車でまとまっています。2センターから4コーナーへと向かいます。ちらっと後ろ見た先頭5番の長松に対し、4番の藤原は2センターから4コーナー外奥に動きを見せました。1車また1車位置を上げて藤原を長松出すのかどうか。さあ、5番の長松が並びかけられたところで踏み込みました。長松大輔突っ張ります。突っ張られた4番の藤原は現在3番手のアウトコースで粘っています。2コーナーからバックへ向かっていく。さあ、ゆっくりと藤原打掌で5番手元のポジションに一旦戻しましたが、車は外に出しています。さあ、5番の長松が踏み込んの1番の西巻の懐をまず救った4番の藤原は3番手、そして地元山口の懐まで番手まで追い上げまくです。ただ6番の高田は連携さずれ、3番松山の後ろ、その後ろ1番西巻、さらに最後に7番の黒田、5番の長松がペースでかけて番手がもつれる。最終2コーナーからバック戦。さあ、2番の山内が行為を守りました。3番の松山が九州両者を追い続け、3コーナーから2センターです。5番の長松大輔先行、2番の地元山口幸太郎番手から追い込んでいく。3番の松山も伸ばしてくるがどうか。5番の長松、そして3番手回りから3番松山の伸び、この辺り両者の争いでありましょうか。1着争いリプレイ映像をご覧いただいています。2番の山口もよく伸ばしました。ただ5番の長松大輔末足粘って、長松がまず押し切って2着争いで松山、地元山口2着際どくなりました。審判からの決定放送まで正式な着順、今しばらくお待ちください。第4レースでした。